キチャンネル。ジョッ。こんにちは。さあドラフト通信簿。はい。DeNA ベイスターズ今回は。うん、ね、うん、渡来当てて、いやーねー、びっくりしましたね。もう3球団、はい、重複で、うん、ね、田上さん全部入ってたのにな、はい、3つのうち、うん、で番長行って2番目のね、番長が引いてでロッテで、うん、俺これでも番長が引くって予言してたから。え、なんでですか。そうイベントでやってて、引く前に噛んでね、はい、うん、根拠はないけど。で渡来君のこう、まあ、多分おそらく本人は中日だろうなってこう指名重複するとはそんなに思ってなかったような感じだったんですよ、うん、でもこういう嬉しそうだったよ DeNA で。そう嬉しそうだったじゃないですか、うん、でこう呼ばれていく、3回呼ばれたじゃないですか、うんうん、でその時にもう目がうるうるして、うん、で引いて当たった時ももうすごい涙でこらえてるような、あれちょっと来ましたね。そうね、はい、あのコメントがもう全然まとまってなかったね興奮しすぎて、ちょっともうグッときましたねあの涙はね、うん、まあでもね、はい、うん、で横浜 でエネオスで DeNA だからね、うん、好きな有名人ムロツヨシだから、もう地元だから横須賀だからね、ムロさんもね、はい、だからもう地元大好きだから、うん、横浜でよかったよね、はい、正直ね DeNA ファンですから、うんうん、よかったです、うん、で2位にね、うん、松本君、亮斗君、うん、はい、で武田、石上、うん、そんで石田、はい、で井上、うん、6位で、育成に高見沢、清水、小笠原、庄司、近藤選手っていうところでね、はい、まあ、ポジションもね、まあ、外野、ピッチャー、外野、内野、投手、内野っていうところで、うん、じゃあ佐々木何て言ってましたか、はい、DeNA 1位、2位で投手、まあ、今永投手抜けるなら右の先発が欲しいね、うん、あと守護神候補は必要だと、うんうん、で野手は筒香選手が帰ってこなかったら必要になる、うん、高校生ぐらいの次の世代を担う野手もいると思う、うん、あと全体的に今層が薄いから大粒の選手が欲しいなという話をしています、うんうん、ということでね、はい、視聴者ドラフト1位希望を渡来君で、うん、で佐々木は竹内、はい、で袴さん常広、うん、で先生は竹内ちゃうかっていうね、はい、左取りに行くんちゃうかっていうところでね、まあ、渡来っていうところで外野、うん、だからまあまあ、でもこの渡来によっていろいろ多分策は練れると思うんだよね、はい、まあ、渡来がセカンド行って牧ファーストもあるし、うん、エニオスとの練習試合で DeNA が渡来にをちょっとサードも守らせてほしいって言ったんだよね、うん、で元々内野なんだよね。エネオスで内野がいたから外野にコンバートしたっていうところ で、はい、でサード行って宮崎ファーストでもいいし、うん、でまあ、もちろん渡来が外野行って佐野ファーストでもいいから、うん、流動性持って組めるから、まあ、どこでもポジションとしては空いてるから渡来が複数守れるっていうところでは起用法としては起用しやすいと思うんだよね、うん、でしかもね横浜スタジアムだから球場も狭いしね、うん、はい、長打もひょっとしたらね打っていけるっていうところもあって、うん、1番とかあるかもわかんないよね、うん、あー、そうですね、もしくは 1,2 番で桑原渡来の、うん、だからこんだけ今年頑張ったのに関根が勝負だね、うん、渡来と、うん、ね、うんうん、まあ、そこら辺はでもまあ外野に渡来、桑原、関根でもいいけどね、うん、でファーストにで佐野持ってきて、そしたらもう 1,2 番まあ関根、桑原で思い切って渡来3番とかでもいいけどね、もし打ってたらね、はい、うん、っていうところで、もう楽しみですね来季、うん、ねえ、うん、まあ、どうなるのかっていうね、はい、でも佐藤さん1位2位で投手っていうところで、うん、やっぱり2位に松本投手、そして5位に石田投手っていう即戦力取ってますね。だからこれ松本投手は多分リリーフだろうね、サイドスローだからね、はい、まあ、何気に数いるけどちょっとなんかねバタバタするからね、はい、リリーフも終盤森原がね、うん、後ろ行ったりとかね、エスコはもう前半ちょっと全然で終盤上がってきてね、うん、よかったとウェンデル県、うん、もあるけどもそのサイドいないからね、うん、リリーフで先発はねあの平がサイドでいるけど、はい、リリーフでサイドっていないから、うん、多分そのポイントワンポイントとかねいい アクションでこのサイドスローはうまくはまったら面白いから、はい、ね、変則のサイドスローですよね、うん、で5位の石田投手はね、はい、あの目標は DeNA の山崎康明って書いてる。これでも先発なんか制球力タイプのなんか先発っぽいイメージでしたけどね、うん、でこれ袴田さん推しでしょ。そう、私の推し、うん、清成高校から、うん、中央大学、ね、でもこれが、うん、あの神奈川出身なんで、うん、石田君も DeNA ファンなんですよ。そうなん、はい、もう家族揃って DeNA ファン。じゃあよかったね。お父さんに、うん、DeNA ファンにならなかったら野球はやらせないみたいなこと言われるぐらい、うん、そのもう家族が DeNA ファンだったんですよ。そうなん、それが。じゃあでもあれだよ、こんだけ応援してるのに好きな有名人乃木坂46って赤間さん書かれてない、こんだけ押してるのにね、そろそろ俺はもう期待してんねん、はい、プロに入った選手がそろそろ好きな
有名人山田彩英って書いてる。もう教授見られいいですよ、そういうの。こんな押してんのに。もういいです、みんなだって若い女優さんとか多いから。え、そんなことないよ。本当ですか。デヴィ夫人いるから。好きな誰デヴィ夫人って。それはもう後々言うけど。後々、はい、うん、あの西武の1位の竹内選手、はい、好きな有名人デヴィ夫人。へえ、いんのよ。まあ、デヴィ夫人面白いですからね。うん、だからもう年とか関係ない。あ、本当ですか。うん、デヴィ夫人だから。じゃちょっと誰か誰かいないかな。はい、だからまあひょっとしたら、うん、目標が山崎康晃なんだったら抑えになりたいのか分かんないけども、うん、まあ先発でもね、もし全員残ったバージョンよ、うん、まあ、今永は多分ポスティングで出るんちゃうかと思うけども、はい、まあ、東でしょ、うん、バウアーでしょ、はい、大貫でしょ、上茶谷、うん、あでもリーフで平でしょ、うん、で石田、うん、浜口、うん、で後に多分浜口とか上茶谷とか、まあ、ここら辺は競争だろうね、うん、はい、ってなってきた時に、うん、先発かな、先発いくのかな、うん、かな、うん、右のね、まあ、大体ね、DeNA はね、山崎康晃がね、守護神からいなくなったら弱くなるからね、なぜかね。あ、森原投手頑張りましたけどね、うんうん、で、まあ、あの武田、はい、これ二刀流なんですよね、うん、そうそう、うん、でもね、俺いつも言ってたんだよ、はい、高校生は全員二刀流だからね、うん、高校生に二刀流ってつけるのがもう俺違和感でしかない、ね、もう本人インタビューでは二刀流を続けたいっていう意思はあったみたいなんですけど、うんうん、でもやっぱりバッティングの方が評価されてるみたいですね。まあ柔らかいからね、うん、だからもう新聞だと外野手になってるんですね。もともとはピッチャーのところでね乗ってましたけど、うんうん、ね、でも未来を担う上では楽しみな選手ですよね。そうだね、うんうん、でもあのセリーグだったらね、あの二刀流できるからね、ピッチャーやったら打席回ってくるから ね、はい、ね、うん、あの自動的にね、うんうん、で石上選手内野手、はい、徳島じゃんね、うん、また増えた徳島、うん、徳島ちょっとずつ増えていくから勢力。そうですね、あんな小さい県なのに、はい、出身が徳島ってことですか。出身が徳島以外だったこれ今までの俺のトークは何だったんですか。だって井上くんが徳島インディゴソックスだったから徳島商業から東洋だ。あ、本当だ、それ大学しか乗ってないこれ大学だけしか見てなかったから、うんうん、そうそう、だからまあね、だから内野手ショートいいね、はい、ちょっと今ね、今ヤマトとかも出てたりするけども、森くんがこうね、まあ、怪我もしてね、うん、なかなか出てこないっていうところで、はい、ね、ひょっとしたらこのね、石上くんがショートね、うん、バシッと取っていくかもわかんないし、はい、まあ、長打力ね、うん、もし生かして出れれば、うん、石上真希の長打力二遊間とかになってくれば、はい、まあ面白いしね。で、まあ、あのこの井上くん、はい、でもスラッガー、うん、久留米のギータ、うん、久留米のギータ、そうなんです、久留米のギータって言われてるんですよ、うん、内野手、はい、だからほら全体的に層が薄いから大粒が欲しい。そほら大粒、石上井上、うん、はい、大粒ね、埋めてきた、うん、うん、埋めてきたね、うん、であとは高校生ぐらいの野手が欲しい、うん、でこれ武田くんじゃないですか、うん、守護神候補、まあ石田くんがどうか分かんないけど、まあ、松本くんはリリーフにね、うん、多分なると思うけど、松本くん面白いですよ本当に、大佐みたいな感じになる可能性が高いですよ、ね、うん、じゃあ守護神候補だ、うん、僕は本当にそれぴったりだと思うんですよ、うん、1年冬から大学日本代表、はい、サイドスロー、じゃあめっちゃいいね、はい、ドラフト、いやドラフトいいじゃないですか、すごいねえ、うん、しかも俺の糸も組んでるしね、はい、で袴田さんの糸も組んで石田くん、はい、あのベイスターズさっさくチャンネル見てる説確かに結構押した選手入るんですよね、あ入るね、はい、前もね、はい、袴田さん推しの静岡のね2人入ってるね、はい、何気に、佐々木チャンネル有効活用してくれてる説あるよね。そうですね、しかも育成で先生をしてた小笠原くんも入ってるし、入ってます、庄司くんも僕ね、推してた阪神で、青森出身やから、うん、南とどうだこうだ言ってたピッチャー、うんうん、で、ここもね、内野ピッチャーとキャッチャーとバランスよくね、うん、高校生取ってて、はい、まあ、ひょっとしたらこの庄司くんがね、大卒だから青森大からね、うん、ひょっとしたらこう出てくる可能性も早めにね、うん、あるけども、バランスはいいよね、バランスいいですね、非常にね、うんうん、佐藤さんの補強ポイントほぼ埋めてるじゃないですか、うん、だからやっぱり見てる説あるわ見てる、うん、見てだからあれかも分かんないよね、はい、まあ、アナリストとかも入ってるから、うん、そういったところであやっぱ外部の第三者目線もしっかり有効的に使っていこうかも分かんないよね、はい、やっ
ぱ1回はちょっとチェックしてる可能性ありますね、これ。いや、あるよね、うん、嘘言ってないからね、はい、第三者的な客観的な意見だからね、はい、あとはそれをね、内部でいろいろ調整しながらね、うん、まとめて、俺も分かりきれないとこもあるからね、はい、まとめていくのはあるけども、うん、まあ、毎年思うけど、ちょっと影響を与えていっちゃう。するね、こんだけドハマりなかなかないからね、うん、することね、はい、あと取った方が良かったなっていうところないよね、うん、だいたい抑えてるもんな、言ったところ全部抑えてるんじゃないですか、正直ね、うんうん、何この石上君と井上君はちょっと期待したいね、この、はい、3年後ぐらい以内までにはね、うんうん、正直ね、はい、うん、そうですね、まあ、松本君、下君がどこのポジションに行くのかっていうのはね、そうだね、分かんないですけど、はあるけども、でもいいピッチャーですから、ね、大砲2人ね、うん、まあ武田君はね、そんな 1,2 年でどうかじゃないだろうけど、このまあ、渡辺君、松本君は多分普通に入ってくると思うんだよ、うん、でこの石田君がまあどうなるかっていうところと、うん、で武田君はまあまあ未来だから、はい、この石上君と井上君がこの野手でどこまで入ってくるのかと、うん、このバッティングがどこまで魅力的なのかちょっとキャンプで見たいよね、そうですね、うん、宜野湾にいるかな、いるね、これは配当がない、いけるんじゃないですか、やっぱ見たいよね、はい、石田君、牧選手と仲いいらしいですよ、そうなん、はい、中央で同じ中央で1年だったのかな、うん、なんかニュースに一緒にゲームしてた仲みたいな、へぇ、ね、またこれチームワークが良くなって、うん、さあ、ということで、はい、DeNA のドラフト評価 S です、 S 出ました、これはいいでしょ、いいです、これはもう、うん、言うことないでしょ、めっちゃバランスいいなと思いました、しかも言う通りしてるからそうですねしてねえよって言われるかもしれないね、はい、まあ、ということでね、うん、まあ、来年のキャンプも含めてね、はい、かなり楽しみなんでね、うん、またね、あと1年後またね、はい、こたつしますんで、そうですね、S が評価が下がってる可能性もね、うん、でもこれ何回も言うけど、はい、あのこれ10年後、うん、C にもなるし、うん、S にもなるから、うん、今現状での来年どうなるかと近い 2,3 年でどうなるかの評価だからね、はい、その時 D 評価だから D から10年後 S に上り詰めてるからね、うん、すごい、うんうん、そういったところではね、この未来はどうなるか分かんないっていうところはね、はい、皆さんそこら辺は考慮してみていただきたいですね、はい、はい、